おい、ミロク。俺にはどうしても納得できねえんだが、ねぐらを探す刻限になると、決まってあたりで一番立派な屋根の上に、不吉の雲が垂れ込めるってのは一体どういうわけだ？あ？何を今さら。嘘も方便というではありませんか。よかった、野宿じゃなくて。あ、仕込んのかけらの気配。何？ものすごい速さで近づいてくるわ。殺生丸、何しに来やがった。くだらんことを聞くな。貴様の腰の鉄砕牙に用がある。てめえ、証拠にもなく抜け、犬夜叉。もう黙ってはいられませんな。兄弟喧嘩にしては度が過ぎています。あの奉仕のことなのか。あなた様のお手を煩わすまでもありませぬ。お酒、今度は腕叩き切るくらいじゃ済まねえぞ。犬夜叉よ、毒にやられた。毒消しの薬草？顔も見たことねえのに知るか。あそこから足根の玉の気配が。
何？行こうよ、犬夜叉。落ち着きなさい。話せばわかる。こいつか？こういうのは順序立てて考えた方がいい。犬夜叉、お前50年前にこの村で奈落の罠にかけられたと言いましたね。ああ。あったと言ったって、奇境に化けた姿だ。正体はわからねえ。お前は奈落を知らない。なのに奈落は奇境様に化けてお前に矢を射てきた。何か恨まれることでもしたんですか？顔も見たことねえのに知るか。もっとも亡くなられた桔梗様は巫女だったという。奈落はお前よりむしろ桔梗様と何か関わっていたのかもしれませんな。行かないの、犬夜叉？犬夜叉、この傷では戦いはしばらく無理だ。うるせえ、2、3日で塞がる。それより楓ババア、奈落って一体何者なんだ？そのことなのだが、わしはずっと考えていたことがある。お姉様は犬夜叉によって紫魂の玉を奪われたと申された。おかしいとは思わぬか？犬夜叉の姿を借りたその男はそのまま玉を持って逃げてもよかったのだ。それなのに犬夜叉に村を襲わせ、紫魂の玉をつかませるように仕向けた。そして桔梗お姉様の手でお前を封印させた。お前たちを憎しみ合わせたかったのか？あるいは桔梗お姉様の心を恨みや憎しみで汚したかったのか？お姉様の心が汚れるということは、玉が汚れ邪悪な力が増すということ。その頃それを望んでいた者がたった一人
いたのだ。行ってみるか、その男がいたところに。そうして群がる妖怪が一つとなり生まれたのがこの奈落よ。全てはてめえが仕込んだことじゃねえか。てめえが俺と桔梗を騙し俺たちを殺し合わせたんだろうが。桔梗も悟れなかった。死などを選ばずとも我が身可愛さに仕込んの玉にすがればよかった。愚かな女よ。紫魂の玉は汚れていてこそ美しいというのに。望み通り汚れてやるぜ。お前の小汚い血を頭からひかぶってやら。